気に入らない奴がいればぶっ殺せばいいんじゃないんですか？ロックです。さあ、始めていきましょう。ポイントになってくるのは、この啓蒙思想家を一人一人行きましょうという形になるんですが、まず大変、トップバッターはロックさんという形です。ロックさんは非常にわかりやすいので、誰が考えてもわかります。はい。ロックが主張したのはこちらということになります。抵抗権というのを主張しました。抵抗権っていうのはものすごく簡単です。いいですか？まず王様がいます。国民がいます。国民は基本王様の言うことに絶対に従わなければなりません。それはその通りです。まあ、ロックが言うのはそういうことなんですね。王様の言うことに対しては、国民たちは全員きちんと従わなければなりません。ということになるんですが、ロックさんの主張をするのは、でも王様があんまりにおかしいこと言って気に入らないことを言いまくるようやったら、ぶち殺してしまえばいいんじゃないんですか？ぶっ倒してしまえばいいんじゃないんですか？っていう考え方を持ったのが、抵抗権です。つまり国民には、最悪の場合、王様に抵抗してぶっ倒してしまう権利があるんだよ。めっちゃわかりやすい論理ですね。だから、ロックさんの思想家っていうのはこういうことです。王様には基本的に従います。ただし、王様がわけわかんないことをしたら、ぶっ倒しますし、ぶっ殺しますし、体制を倒してしまいますよ、というふうなことを言ったのが、ロックさんが主張した抵抗権という形になります。いいですか？あと2名いらっしゃいますんで、どの人がどういうふうにやったかということをやっておいてください。で、あとはもう一つ写真で出されるってケースがあります。定期テストだったりしたら写真で出されるってケースもありますから、イメージをまず持ってくださいね。ロックの写真見て、ロック自身を見て、あ、どういう顔してんのかなっていう。あ、なんかこう気難しそうな顔してんなとか、神経質そうな顔してるなとか、なんかむっつりそうな顔してるなとか、なんでもいいんですけど、自分の中の頭に落とし込めるようにしっかりと覚えてくださいってことになります。はい、というわけで今日やったところがテーマこちらということで、ロックは抵抗権ね、気に入らない王様がいたらぶっ倒せばいいんじゃないっていう、そういうことです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。